皆さんこんにちは、このけんです。今回はですね、スピンサーブを打つために重要な下半身の使い方を皆さんにお伝えしようかなと思います。やはりスピンサーブ、下から上への力が重要になってきますので、それに伴って下半身の使い方が重要になってきます。そこを少し掘り下げて皆様にお伝えしていけたらなと思います。このけんテニス相談所では皆様からのご質問やリクエストを YouTube のコメント欄、それから Twitter のダイレクトメッセージ等で募集しております。よろしければチャンネル登録、それから Twitter のフォローよろしくお願いします。それでは早速いきましょう。どうぞ。はい、まずはサーブのスタンスの向きが重要になってきます。以前私が投稿したスピンサーブ基礎のキーという動画でお伝えしているんですが、体の横向きが重要になってきます。その横向きを作るためにスタンスをどうするのかというと、ある程度クローズド気味に構えるというのが重要になってきます。なぜ横向きが大事かというと、横向きをキープすることによって上方向への力が出やすくなります。上体が前に向いてしまうと、先に体が早く回旋してしまって上方向への力が逃げてしまうからです。で、その横向きをキープするためにスタンスもある程度クローズドにしていくことが重要になってきます。このようにオープンすぎてしまうと骨盤の向きが早く回旋してしまって、それに伴って上半身も早く回旋してしまう。ここで上への力が損なわれてしまうというようなイメージです。このようにクローズドすぎると今度は回旋が使えなくなってしまって、前への推進力がなくなってしまうので、オープンすぎずクローズドすぎず、ちょうどいいクローズド加減を皆様の感覚で見つけてみてください。特にアドバンテージサイドでは、右利きの方は右方向にボールを飛ばすので、ジュースサイドよりもクローズドに構えていただいても構いません。右利きの方はジュースサイドになると、ある程度左方向にボールを飛ばさないといけないので、アドサイドよりも若干クローズドスタンスがオープン目になった方がより打ちやすさは増してくるかなと思います。クローズドすぎるとセンターにはしっかりスピンサーブを打つことは可能なんですが、ワイド方向にスピンサーブを打ったり、あとはスライス回転を打とうとすると体が窮屈になってしまうので、そこは注意が必要です。このクローズドスタンス、足を揃える人、揃えない人共通で意識されてみてもいいかなと思います。次に右足の使い方を説明しようと思います。足を揃えるタイプ、揃えないタイプの両方に共通して大切なことは右足の使い方です。これも過去の動画でご説明しているんですが、まず足を揃えないタイプの方はしっかりと右足に荷重をしてあげて、右と左5対5の力の割合ぐらいで足を使ってあげるというのがポイントです。というのも、多くの方は左足にばっかりこう意識がいってしまって、体が前に流れながらボールを打ってしまいます。そうするとやはり上への推進力がなくなってしまうので、右足に体重を残すことでより上方向への力が出しやすくなります。そして足を揃えるタイプの方の右足の使い方というよりは注意点なんですが、足を揃える際に左足をこう追い越すタイプの方がいらっしゃるんですが、こうすると骨盤が前方向に回旋してしまうために、上方向への推進力が損なわれてしまう原因になってしまいます。なので足を揃える方は少し左足を追い越さないようなところまで足を揃えるように心がけてみてください。実際にデモンストレーションをやってみるのでご覧ください。
はい、いかがでしたでしょうか。まず一つ目のポイントは、足をクローズドに構えるということです。オープンすぎてしまうと体の開きが早くなってしまって、上への推進力が損なわれてしまい、スピンが効かなくなってしまうというデメリットがあります。逆にクローズドすぎると、今度は打ちたい方向へ体が回転してくれないので、右利きの方の場合であれば右利きのフォア側へのサーブが打ちづらくなってしまいます。なのでそのあたりは皆様の感覚で、どれぐらいのオープン加減、どれぐらいのクローズド加減がいいのかというのを探りながらサーブ練習を行ってみてください。もう一つのポイントは右足の使い方ですね。足を揃えないタイプのサーブを打たれる方は、しっかりと右足に荷重して、右足で強く地面を蹴る意識を持つようにしましょう。そうすることで下から上への力の推進力を作って、さらにラケットも下から上に振り上げることができるので、よりスピンを効かせられると思います。そして足を揃えないタイプの方は、足を揃える際に前足を後ろ足が追い越さないということが重要です。こうしてしまうと骨盤が早く前方向に回旋してしまって、これも下から上への力の推進力が損なわれてしまう原因となってしまいます。以上、この2ポイントを押さえてスピンサーブの練習に役立ててみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。